動画をご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマは、正直あの人はあなたから離れたい、それとも一緒にいたいと思っているというテーマで、まあお相手の方がですね、えー、あなたとまあ一緒にいたいのか、それとも離れたいのかですね、まあどういった思いで、えー、いるのかというのをですね、今回リーディングを通じて見ていきたいと思います。はい、えー。今回も3択リーディングでやっていこうと思うんですが、まずはこちらのティンシャの音色で始まりの合図としていきたいと思います。えー、ティンシャの音色には はですね、この場を清める効果に加えて気持ちを落ち着ける効果もあると言われていますので是非ね皆様もお聞きいただければと思います、はいえー、ではですね早速始めてまいりたいと思いますよろしくお願いいたします はい、えー、ではですね、早速リーディングを始めていきますが、選択肢ですね、左から A、B、C とさせていただいております。それぞれのカードについてお伝えしていきますが、まず A のカードです。A はこちらの The Land b i t w i n というカードで、中間地点というカードになっています。はい、えー、カードが持つメッセージについては、選択肢の動画の中でお届けしていきたいと思います。はい、こちらが A になります。 え続きまして B のカードです。B はこちらのですね、Shining Through というカードです。輝き続けるというカードになります。はい。こちらが、えー、B ですね。B になります。はい。えー、最後 C ですね。C がこちらの Tender Embrace というカードで、えー、まあ優しく受け入れるというねカードになります。まあ、寛容とかね、寛大っていうね意味のカードになっています。はい。こちらが C になります。はい。えー、何か気になるものをお選びいただければと思います。 はい、えー、それではカードを選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので直感でカードを選びくださいそれではどうぞはいカードを選びいただきましたでしょうかそれでは各動画のタイムテーブルについてはこの動画の下の概要欄に詳細を記しておりますのでそちらをご確認いただけますと幸いです はいそれでは本日もよろしくお願いいたします、はい、それではですねまずはじめにこちらのザ「t h e ドビットウィンというカードですねもしくは A を選びいただいた方のカードをリーディングしていきます、えー、今回のテーマなんですが正直あの人はあなたからですね離れたがっているそれとも一緒にいたいと思っているのかというテーマでねまあ、お相手の方は正直どうなのかっていうのをですね見ていきたいと思います はい。えー、それに際しまして、まずはですね、えー、お相手の方のあなたに対する今のお気持ちと、今あなたにね、何か求めていらっしゃることはあるのかどうかっていうのを見ていきます。で、その後にですね、正直、まあ、離れたがっているのか、一緒にいたいと思っているのかっていうのを見ていき、まあ、最後はね、アドバイスもお届けしていきたいと思います。 はい。えー、ではですね、早速リーディングを始めていきますが、まずはね、えー、お相手の方の今のお気持ちという部分と、えー、求めていることですね、えー、あなた様に求めていることは何かあるのかというのをね、えー、見ていきたいと思います。 ではですね見ていきましょう上のカードがお相手の方のお気持ちです、えー、下のカードがですね今あ,あなた様に何か求めていることはあるのかということを表すカードですはい、えー、ではですね早速オープンしていくとうん、うん、何かね混乱を癒したいっていうカードがあるのでう 何かしらにね、えー、ちょっとお相手の方とのいざこざであったりぎくしゃくしているようなまあ、例えばまあ気まずい雰囲気とかもそうなんだけれどもうーんそういう状態にいるのかなと思いますがあカップの、うん、10が逆置とカップの2うーんそうですねはい。 まあ、カップがね逆位置になっているということなので、まあ、感情がねうまくコントロールできないっていうところを、ね、結構表したりもしますけれども、うん。はい、えー。なのでね、ちょっと見ていきたいと思いますが、 えまずはね、上のカードから見ていきましょう。お相手の方のお気持ちということで、まずここですね、ヒーリングカオスというカードです。まあ、カオスというのはね、混乱混沌ということを表すカードで、まあ、混乱するような状況であったりだとか、まあ、混沌、まあ、あとはね、竜巻が描かれていますけれども、竜巻っていうのはね、何かこうね、巻き込んでこうぐ、ぐちゃぐちゃにしてしまうみたいなね、えー、状況であって、場を壊すっていう意味のカードでもあるので、ちょっとね、二人の、まあ何でしょうかね、二人の間の踏み 雰囲気っていうのが、まあ、うーん何か壊されたというかね、ね、まあ、例えばけ、まあ、喧嘩をして、ね、ちょっとこう気まずい状況になってしまった,のにしまったとか、まあ、すごく平穏な、ね、関係だったのが突如としてですねなんかこう混乱するような、ですね、うんまあ、ちょっとこうギクシャクしたような状況とかもあるんじゃないかなと。で このカオスな状態のままでいいっていうわけじゃなくて、それをヒーリング、だから癒したいっていうことなんですね。だからたとえ今気まずかったり、ちょっとこうね、えー、暗い雰囲気が流れていたりだとか、ちょっとこうね、どんよりしているような状況だったとしても、それをもう一度、まあ、晴らしたいと。うん。竜巻がこう去った後のこの晴天のようにね。 また二人の関係というものを明るくした今ね、もしかしたらコミュニケーションが途絶えているかもしれません。けれども、それをまた活発にしていきたいとか、なんかこう気まずいからどっかに出かけるっていうのも言い出しにくいみたいなね。そういう状況だったとしても、なんかこうまたね、え一緒にどこかに出かけられるような、うん、状況にね、戻していきたいっていうふうに思っていらっしゃるんですね。 で、そのためにですけれども、うんまあ、ここですね、オープンネスっていうカードが出ています。まあ、2人が、ねまあ、あの再出発、まあ、再出発のカードが出ているんですけれども、ちょっとこのカードと合わせて見ていきますね。 はいえー、ゲートウェイというカードになります、まあ、ゲートが開かれている状態で出発の時を表しているわけなんですけれども、まあ、今回でいうと、まあ、このカオスが起こった状態からまたこう、ねえー、再出発ということになるんだと思いますだから、まあ、お相手の方と、ねえー、あなたの関係がまた再び、ね、進み出したいと、うん、だからまあ続けていきたいという、ね、お気持ちなんだと思いますまず大前提として、ね、終わらせたいというわけではなくうん で、そのためには、オープンネス、これ、需要、受け入れるっていう意味のカードになります。うん。互いが互いを受け入れなくちゃ、再出発の時は訪れないなっていうふうに思っていらっしゃる。これは、お相手の方が一方的にね、 あなたに自分のこと、まあお相手の方ですね、お相手の方のことを受け入れてほしい考え、価値観とかね、そういったものを受け入れてほしいっていうだけじゃなくて、お相手の方もお相手の方であなたの考えてること、価値観とかを受け入れなきゃいけないなと。だから、お互いにですね、そのそれぞれの違いみたいなところを受け入れることができればまた再出発していきたいなと。 ただ、やっぱこう自分と違うものを受け入れていくにはそれだけがやっぱ噛み砕かなきゃいけないことがあったりだとか,なんかこう自分に言い聞かせなきゃいけないところがあったりだとかしなきゃいけないと思うんですすんなり受け入れられる部分もあれば受け入れられないところもあると思うのでまあそれをねまあ時間がかかってでても受け入れていきながらまた再出発していけたらいいなっていう風に思っているっていうのとこの受け入れられることができたときていうのがこのカオスがねヒーリングするときだということで。お相手の方とししては少しずつ 何か違いによってぶつかったものを、まあちょっとこうね、自分の中で、うん、なんかこう納得しようとしているというかねあなたにはそういう考えがある自分にはこういう考えがあるで2人は今こういう考えの違いがある。でもそれを なんかこう全部受け入れるんじゃなくて、例えば妥協案とかね。まあ、うん、まあ、中間地点の部分を考えて、それぞれが受け入れられるような方法はないかな、みたいなことを考えていらっしゃるということですね。で、今求めていることっていうのがね、えー、下で見ていくんですけれども、まずここですね、えー、女帝というカードが出ました。愛に溢れるということで、愛する気持ちっていうことですから、まあ、お相手の方はですね、まあ、やっぱりあなたのことは好きという気持ちまでは、まあ、失ってはいないと。 いうことですね、えー、あるいはまあ好きという気持ちが芽生えている、まだね、こう片思いの状況であったりすると、えー、お互いのね気持ちがわからない部分もあるとは思うんですけども、お相手の方もだんだんあなたのことを好きになってきているとかですね、いずれにせよ、この愛情であったり、愛情の芽生えっていうカードがね、えー、一つ出ているということですね。だから、あなたのことはまあ少なからずやっぱ気にはなっているんだけれども、求めていることとしては、カップが2つ逆位置になっているんですけれども、うん。 カップの2というカードから見ていきます。これね、逆位置になると、えー、コミュニケーション上のドルトラブルっていうことであったり、意思疎通が図れないっていうカード、まあ、あとは誤解っていうことを表すカードでもあるんですね。だから、おそらくこのね、生まれたカオスっていうのは、なんかこう、コミュニケーション上のところで発生したんじゃないかなと。まあ、直接会った時の会話もそうだと思いますが、例えば LINE とかメールでのやりとりでの、ちょっとこう、まあ、行き違いというかね、 あの、受け取り方の違いも含まれているのかなと思うんですけれども、なんかそういうところでね、うん、ね、なんででしょうかね、例えば、うん まあ、お相手の方はね、全然あなたのことを不安にさせるようなことを言いたかったわけじゃないけれども、あなたが、ちょっとこう、受け取り方がね、なんかこう、裏があるんじゃないかとかですね、例えばなんかこう、他の人の影があるんじゃないかみたいなことを、えー、感じてしまったりとか、ま、いわば誤解しているみたいな状況ですね。うん。だから、何かこうね、あなたが今認識しているものを、捉えているものは、それ誤解だよっていうふうに思っていらっしゃる。 だからその誤解を解いてほしいっていうのはまず一つね、あの、あなたに求めていらっしゃることとしては出ております、うん。本当はそんなんじゃないんだよとかね、そういうつもりで言ったわけじゃないんだよっていうね、なんかそういったメッセージがあるような気がします。うん、で、こちらですね、カップの10っていうカードがまあ逆位置になるんですが、まあ、このカードもですね、うん ま、このカードね、あのー、もともと聖地だったらば幸福っていうね、ことを表すカードになるんですが、ええー、まあ、逆一になるとね、対人関係のトラブルによって、まあ、まあ、いざこざですね、によって心が疲弊しているというカードであったりだとか、 うん、まあ、重圧とかね、重責を抱えて苦悩するっていう意味のカードなので、まあ、ちょっとね、重たいなっていう風に感じていらっしゃる部分があるのかもしれません。まあ、その誤解されていることであったり、あなたとのコミュニケーションの中であなたのことは好きなんだけれども、どこかちょっとこう、重たい感じもする。だからもう少しこう、気楽にね、えー、二人の関係っていうものを、えー、考えてくれたら、もっとお互いが楽しめるのになっていうところはあるということなので、うん、まあ、ちょっとこう、重たくなってしまって、 いいいるるななっててうねんかこう自覚がああ方はちょっとその辺をまあライトにしていく別にね適当に考えなさいっていうわけじゃなくてもう少しライトな感じで、えー、向き合っていった方が多分ねあなたの思い通りにもね関係は進んでいくと思いますだけれどもお相手の方に重たくね感じられてしまうような行動とか言動をですねとってしまうと逆にその恋が進んでいくスピードを遅めてしまうと思うのでその部分がやっぱちょっとこう気にはなっていらっしゃる好きなんだけれども気になるところはあるみたいな 状況ですね、はいえー、ではあですね次にお相手の方はあなたとね、えー、一緒にいたいのか、まあ、それとも離れたがっているのかというのをね見ていきたいと思います、まあ、その中であなたへのアドバイスも含めて見ていきます ではですね、見ていきます。お相手の方、離れたいと思っているのか、一緒にいたいと思っているのかっていうカードです。うん。うん。はい。結論としては一緒にいたいのかなと思いますね。うん。 ただ、もしかしたらすぐには一緒にいれないっていう思いも表すカードが出ているので、ちょっとお伝えしていくんですが、ここですね、あの、一緒にいたいっていうカードはこの2つで出ているわけなんですがえ、チャレンジングタイムスっていうカードが出ました。これ、困難な時っていうカードになっていて、まあ、チャレンジっていうのはね、挑戦するっていう意味もありますけれども、困難っていうね、え意味を持つカードでもあります。で、まあ、この ING、チャレンジングなのでね、今まさに、なんかこう、困難に直面していらっしゃるわけですね。 なんかこの人は高いね自分の目の前にある高い壁を見上げているような姿がある通りなんかねちょっとやそっとでは、まあ、簡単に乗り越えられないような、まあ、壁みたいなものがねお相手の方の目の前に現れたわけですねで今それをね、えー、頑張って逃げずにねこ乗り越えようとしているっていうことで多分ねそれを乗り越えたらあなたと向き合ってねちゃんともう一度向き合ってそれこそちょっと誤解みたいなところが発生しているものをちゃんと誤解を解いて再びあなたとの関係を先ほどゲートウェイというのがあり 言いました通り、えー、再び進めていきたいし一緒にいたいっていう,ふうに思っていらっしゃるということなんですねでこちらのカードを見ていくんですがまあ、評議会っていうねまあカードになります評議会あの会議する場所のことですね評議会、うん、でその会議っていうのはあですねいわば話し合いの場になります、うん で、このカードはね、胸に手を当てて目を閉じているということで、ちゃんと自分と向き合っているわけですね。自分と向き合って自分の気持ちを整理したりだとか、自分をコントロールできるようにしているわけですね。で、いわばセルフコントロールですけれども、セルフコントロールができて、ちゃんと考えがまとまったような状況で、あなたとしっかりとね、今後のことについてであったり、今までのね、ちょっとこう、いざこざのことであったりだとか、あですね、まあ、発生してしまった誤解のことであったり、コミュニケーションについてであったり、まあ、お互いのその違っている部分、 恋愛観とかね、えー、違ってる部分について今後どうしていくかとかですねいろんな議題っていうのがまだまだあるんだと思うんですね2人の間で話し合っていかなければいけないことがそれについてちゃんとね、えー、話し合って一つ一つをねお互いが納得いく形で決めていきたいというふうに思っていらっしゃるわけですね。うん だから、まあそういった意味でもね、えー、離れて、えー、ですね、もう話し合いを放棄っていうのではなくて、ちゃんと一緒にいながらですね、まあ少しでもね、二人が、まあストレスのないような形でね、関係を進めていける、まあいわば最適解と言いましょうかね、うん、それを、見出していけたらいいなっていうふうに思っていらっしゃるっていうことと、えー、エクスプレスラブスルーギフツっていうカードで、まあ贈り物、ギフトっていうのは贈り物ですね、を通じて愛を表現するということで、まあちょっとこう発生してしまっている、この顔 っていうのがありましたけれどもまあいざこざであったりぎくしゃく、えー、しているような状況ですねがまあやっぱりこうちょっと気まずいとお相手の方もね思っていらっしゃる部分があるのでまあ何もねこう持たずしてあなたの目の前に現れるというよりかはま何、あ、かこう打ち解けるきっかけとしてねまああなたへのなんかこう贈り物を持ちながら、まあ、持ち込みながらあなたとねこうまあ話し合いの場っていうのを設けてそこでねまた仲直りができたらいいなとかね和解ができたらいいなとかね誤解が解けたらいいなとかね 信用を取り戻せたらいいなとかですね愛情をね、またこう再確認できたらいいなとかね、まあ、そういうふうにまあ思っていらっしゃる。まあ、エクスプレスラブっていうのは愛を表現するっていうことなので、まあ、そういったこう、ね、誤解を解きつつ、あなたへのね、ちゃんとこう愛を証明したいと、うん、いうふうにまあ思っていらっしゃる。んで、愛を表明証明して、えー、一緒にね、これからもいたいっていうふうには思っていらっしゃるのかなと思うので、うん、だからね、まあ、離れたがっているわけではなくて、まあ、ちょっとねあの、自分コントロールできなかった部分もあって、 たのかなと思います。この困難にね直面したことによってね、えー、それがなければ心の余裕っていうのもあってあなたとね向き合えて向き合い続けていたのかもしれないですが、まあ、ちょっとねこの態度が変わってしまったり接し方がね変わってしまったというのも、まあ全てこの困難がね、えー、影響しているだけなのかなと思うので、まあそのあたりねまあ、お相手の方に対してまあ、どんなね、えー、ちょっとごトラブルがあったっていうのは人それぞれ違うと思うんだけれども、まあ人っていうのはね時に余裕がなくなると。 本来のね姿ではなくなるっていうのは、まあこれ誰しもあることだと思いますので、まあそのあたりをね、こう。 なんだろうかな、こうしつこくしつこくこう、つっつくんじゃなくて、えー、またそういう時もあるよね、みたいなぐらいのですね、気持ちでいた方が、お相手の方とね、えー、お相手の方がこう歩み寄ってきてくれた時に、まあ、やっぱりそのね、話し合いができる雰囲気なのかどうかっていうのもこれ大きく変わってくると思いますので、まあ、特にね、あなたに対する大切な思いまでがね、こう、なくなってしまったわけではないですので、あまりそのネガティブな雰囲気であって言動っていうのは、お相手の方にはもう見せない、出さない。 ようにね、えー、心がけていけば、ここからね、修復の流れっていうのにはなっていくんじゃないかなと思います。はい。えー、そしてね、えー、最後こちらのカードです。えー、ランドピットイン、まあ、中間地点というカードで、まあ、ここのね、道は途絶えているけれども、また別の道でね、二人が合流する場所が描かれている通り、一度ね、なんかこう自分たちの計画していた道っていうのは立たれたかもしれない。だけれども、お二人の恋っていうのは、それで終わるような恋ではなくて、またね、二人でこう違う道を作ってですね、えー 合流していける再開してていいけけるる再ような恋な恋んだとだから今ねもしかしてあなたはここのお相手の方とね会えていた最短ルートが途絶えてしまってショックをね受けていらっしゃるかもしれません。うん、だけれどもそうじゃないんだとそこで終わるような恋ではなくてまだまだね恋が続いていく道は残されているからねあなたもあなたでこのねまた合流するような地点をね 地点にたどり着くためのこの橋をね、かける努力ですね。また、再びお相手の方と会えるようになるには、自分自身もね、何か克服しなきゃいけなかったりだとか、解決しなきゃいけなかったり、か、えー、片付けておかなきゃいけない問題とかもあると思うんですね。それを、まあ、やっぱりこう、片付けていく、対処していくっていうことが、再びお相手の方との合流する地点への道を作るっていうことになりますので、これもね、あの、今の状況だけでもう恋が終わったっていうふうにはね、判断しない方がいいのかなとは思います。 はい、えー。ということでね、絵、えー、をお選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい。えー、まあ最後ね、こちらについてお話ししていくんですが、今回はね、今している自己投資は何かありますかということでね、皆さんなんかこう自,自分にね、こう投資していることありますでしょうかうん。まあ私としては、まあそうですね、自己投資としてはまあ、 うん。まあ、ホワイトニング、歯のね、ホワイトニングっていうのもその一つなのかなと思いますし、最近ね、まあ、生き始めてこれから通おうと思ってるヘッドスパとかもね、まあ、自分への、まあ、メンテナンスとしてね、まあ、これはやっぱり、自己投資になるのかなということであったり、まあ、あとは、まあ、美容室とかもね、えー、やっぱりこう、まあ、自分の、まあ、見た目をケアすると言いましょうかね、うん、そういったところでは自己投資なのかなということで、最近ね、ちょっとこう、髪を、まあ赤っぽ、赤、 色にね、ちょっと染めたんですけど、真っ赤ではないんですけどね。まあ赤のカラー材を入れてもらったんですけれども、まあそれもね、まあ一つの自己投資なのかなというふうに思っているんですが、皆さんがね、今していらっしゃる自己投資は何かありますでしょうかあったらね、コメント欄に書いていただけると嬉しいです。はい。 えー、ということで、えー、ですね、えー、絵をお選びいただいた方お疲れ様でした。あ今回の動画少しでもお役に立てれば幸いです。はい、えー。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、えー、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。まあ、そういった方に向けて、現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。 はい。その他、現在ね、ツイッターも始めておりまして、ツイッターでは男性心理であったり、ですね、福縁に関することなども発信しておりますので、よかったらですね、こちらも概要欄に詳細記しているので、チェックしていただいてですね、フォローもしていただけると嬉しいです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。 はい。それではですね、次にこちらのシャイニングスルーというカード、もしくはですね、B を選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。えー、今回のテーマなんですが、まあ、正直あの,、えー、あの人はあなたからですね、離れたいと思っているのか、それともね、一緒にいたいと思っているのかというテーマでね、まあ、お相手の方は正直どうなのかというのをね、見ていきたいと思います。はい。えー、それに際しまして、まずはですね、えー、お相手の方の今のね、あなたに対するお気持ちと、あなたにね、今何か求めていることはあるのかというのを見ていきます。はい。 えー、そしてですね、お相手の方は正直に、えー、ですね、えー、あなたから離れたいのか、それともね、一緒にいたいのかというのをですね、見ていきたいと思います。まあそこでね、えー、あなたへのアドバイスっていうのを合わせて見ていきたいと思います。はい。ではですね、えー、まず初めにお相手の方のお気持ちと、えー、あなたにね、求めていることは何かというところからね、見ていきたいと思います。 見ていきましょう上のカードですね、えー、お相手の方の今のお気持ちを表しています、えー、下のカードがですねお相手の方が今あなたに求めていることを表していますでは早速見ていきますうんはい、えー、ではですね見ていくんですがうん安心してねっていうメッセージが何か出ていますうん 安心してねっていうことであったり、受け取ってねっていうね、えー、カードが出ているので、うん、何かね、すでにあなたに対して伝えていらっしゃることがあるんだけれども、どこかそれをね、あなた自身が素直に受け止められなかった、受け入れられなかったりしているのかもしれません。うん。うん。そこに対して、ちょっとね、まあ、求めていらっしゃることもね、あったりするのかなとは思うので、うん。 ま、このあたりですね。ちょっとそれぞれのカードを見ながらお伝えしていきたいと思います。はい。 え、ではですね、まずは上のカードから見ていきます。お相手の方のお気持ちっていうことで、えー、まずちょっとこちらから見ていくんですが、セキュリティっていうカードが出ました。まあ、セキュリティでの安心安全というね、意味を持つカードで、あなたに向けた、ま、メッセージ、まあ、お気持ちとしてね、これが出ているってことは、安心してね、何々だから安心してねっていうね、まあ、そういったものを届けたいわけですね。例えば、お相手の方がね、あなたと、ね、次こう、また会うっていうことを言っていたた とするななららばそれががねね本当なのかしらっていうことが、ね、あなたの中ではこう信じきれなくてちょっとこう疑ってしまって不安になっているのかもしれません。だけれどもお相手の方としては本当にあなたとね次も,もうまた会う気持ちでいるからそういったねまた会おうねとかね次今度はここ行こうねみたいなことを言ったりだとかまあそれこそ愛情表現もその中に含まれているのかもしれないですが、まあ、だからね、ちょっとそれはあまあ安心してねとちゃんと本当に思ってるからそれはね、えー、安全安全だよというかね、別に あなたを騙すつもりもないし嘘をついていたりだとか裏切るつもりもないから安心してねっていうですねなんかそういうね気持ちっていうものをまずはまあなんだろうかなあなたに受け取ってほしいみたいなところが出ていて、えー、エンブレイスイングっていうカードが出ているんですがまあこの受け入れる抱きしめるっていうことですねだからそのあなたのまあ、目の前にあることとかお相手の方が伝えていたり届けようとしていらっしゃることをまあ拒絶っていうわけではないと思うんですけれどもどこかあなたの中でスッとねこう受け入れられなかった たり受け止められなかったりねとかこうちょっとこうねじってね、えー、解釈してしまっているところがあるんじゃないかなと、うん、まあ好きとかね愛情表現を言われたとしてもなんか裏あるんじゃないかとかねなんか怪しいなとかねなんかそういうねちょっとこうまあ、ねじれたと言いましょうかね、うん、裏をこう考えてしまうところがあるのかもしれませんお相手の方から見るとね、うん、だからそれをまあもう何もねこう 疑わずにというかまあそのままね受け取ってくれたら嬉しいなっていうふうにまあ思っていらっしゃるっていうことですねであとはここなんですけれどもリーダーシップっていうカードが出ていますこれ率先して動くっていうことでまあ白クマがねこうなんか残像に残るぐらいギュッってこう動いていますけれども自ら動くって っていうふうに思っていらっしゃるわけですね。だからその自ら動くっていうことをあなたにね、伝えていたのかもしれません。例えば、あ状況が落ち着いたらまた連絡するね。自分から連絡するねっていうことであったり、会える日ができたら、あーね、この日はどうっていうのをまたこう聞くねとかね。うん、会いに行くねとかね、うん。何か自分から動くよっていうことをあなたに対しておっしゃっていた。伝えていた。でもそれを、 まあなかなかね、それがな、を発生してこなかったりだとか、まあちょっとこうね、えー、するよって言ってからちょっとこう日が経ってしまっていて、あなたの中でも本当なのかしらとかね、あれはその場しのぎで言ったね、なんかこう思いつきで言ったことなんじゃないのかしらみたいなね、うん、そういうふうにこう思ってしまう部分があって、まあお相手の方のことをね、ちょっとこう、うん まあ疑ったり不安に思ってしまうのかもしれないですが、本当にね、自分が動く気はある。まあ、例えば本当にこう落ち着いたらとかね、時間が作れたらとかね、えー、まあ、例えば体力的な部分であったり、精神的な部分が回復したらですね、本当に動こうという気持ちは持っていらっしゃるからこそ、そのね、伝えたことに関しては安心して受け取ってほしいというのがお気持ちとしてあるようです。うん。で、えー、ですね、えー、あなたに求めていることというので見ていくんですが、 うん。はい。えー、ではね、ちょっとお伝えしていくんですが、うーん、まあ、ここですね、あの、ペンタクーの7っていうカードが出ました。これ、理想と現実にギャップがあるっていうことで、えー、まあね、この、 何かを収穫している人が描かれているわけなんですが、この収穫した人、している人がイメージしていた理想と目の前にある現実っていうのに今ギャップがある状態なんですね。うん。だからちょっとその、いい意味でのギャップというか、ちょっとこうね、えー、あ、そうだったんだみたいな、ちょっとこう悪い、悪い方というか、あの、うん、帰りがあるギャップなんですけれども、あなたにすごいがっかりしているというよりかは、うん、どこかね、ちょっとこう、うーん、 もしかしたらそのあなたの中にある理想っていうものがお相手の方の今の状況としてはかなりすごい高いものだと思っていらっしゃるのかもしれません、うん、あなたにとってはこれ簡単でしょできるでしょって思っていることが実は今のお相手の方にとっては難しいことでもあるわけなんですね例えば連絡一つ返せるでしょとかね ちょっとの時間があれば連絡一つぐらい返せるでしょっていうふうに思っていることが、実は今のお相手の方にとっては案外難しいことでもあるんですね。だからそこの、なんて言うんでしょうかね。まあ今一つ例をね、とって言っただけですけれども、なんかもう少しちとこうハードルを下げてほしいというか、うん 簡単だと思うことも、これ人それぞれやっぱこう違っているから、まあ状況によってもタイミングによってもね、その人の能力によっても、だからその部分の、なんかこう、できなかった時の、うん、まあ不満じゃないですけれども、まあちょっとこうハードルをもう少しまあ下げてくれるといいなっていうふうにはやっぱ思っていらっしゃるっていうのが一つですね。うん まあ、ほんとそこが、あまあほ、ほとんどなのかなと思うんですけれども、まあ、あとはですね、こちらのカードになりますが、まあ、ードの10というカードが、まあ、これは正位置で出ております、うん。で、このカードとしてはですね、まあ、試練を乗り越えるっていう意味のカードでもあるんですが、 ええー、まあ、それ以外にですね、弱さを克服するであるとか、トラウマを乗り越えるっていうことで、でその、伝えたことが、どこかこう、あなたの中で安心ではなく不安で受け取っているっていうところがあるのかもしれないですが、それが、なんかこう、例えば過去の恋によって辛い思いをして、それが何か、例えばあなたの中でトラウマとして残っているからこそ、伝えられたことに対して、なんかこう、すんなりと受け入れられなかったり、疑ってしまうみたいなね。 うん、だからまずはそのなんかこうあなたの中で今までの,のこの恋愛で培われたものとかねトラウマとか、うん、なんかそういったものをまあ、乗り越えてほしいなとまあ、過去の人たちは過去の人たちで自分は自分なんだからそことはやっぱこう比べないでほしいっていうような、うん、まあ、そういった思いもまあ、あるのかなということですねだからそこを、えー、まあお互いにね、えー、ある部分なのかもしれないけれども、まあ、ハードルをね少し下げてくれたりだとかまああとはトラウマを乗り越え てくれればここですね、えー、ワールド世界っていうカードになりますけれども世界というのは完成させるとか達成するとかね願望成就させるとかですね、えー、夢の実現とか勝利っていうことを表すカードの通りあなたとのね恋はちゃんと完成させるよっていうふうに思っていらっしゃるわけなんですね、えー、あるいは2人の恋は完成すると思っていらっしゃる、うん、んちゃんと完結すると。 そのためには、やっぱりそのね、えー、今簡単だと思ってる、まあその、まあ簡単だっていうだけじゃないですけれども、まあハードルをね、ちょっとこう下げるということと、まあそのトラウマを乗り越えるっていうことが、やっぱこう完成するには必要なことだっていうふうに思っていらっしゃるので、まあそこはね、ちょっとこう気にはなってはいらっしゃるのかなということですね。はい。えー、では、次ですが、お相手の方はね、あなたとね、離れたがっているのか、それともね、一緒にいたいと思っているのかっていうのをね、まあ完成っていうのが出ているのでね、うん、あの一緒 似たいいのかなとは思いますけれども改めて、ねえー、見ていくのと、まあ、その中であなたへのアドバイスのカードも見ていきたいとあ、まあ、合わせて、ね、お伝えしていきたいと思います。 では見ていきましょうお相手の方は正直ね、えー、あなたから離れたいのか一緒にいたいのかっていうカードですうんうん一緒にいたいというカードは出ましたがあのね同じカードの数字が2つ出ました1212 12っていうカードになりますうんなので、ねあの 結論としては一緒にいたいんだけれども、一緒に入れる時期がまだ少し先だっていうふうに思っていらっしゃる。ということですね。だから余計に、その自分の伝えていたこと、あなたに見せていたことが、ほんまかいなと、<laughs> ね、あなたに思われてしまうけれども、それは本当なんだよ。でも、それには時間がかかるんだよ。 っていうふうに、ま、思っていらっしゃるっていうのが出ているので、えー、見ていくと、オブザーブっていうカードが出ました。これね、あの、見守るとか観察するっていうことで、本当は今すぐね、あなたに会いに行きたいっていうところはあるんだけれども、今はちょっとこうね、まあ、状況的にもね、え、いろんな、あ、まあ、しがらみとかもある方なのかもしれません。まあ、そういったところを、まあ、リスクとかね、危険性とかを考えると、今は、 ね、会いに行きたいけれども、ちょっとこう遠く離れたところから、あなたを見守る、観察するっていうことしか、まだできないっていうふうに思っていらっしゃるわけですね。だから離れたいというわけではなく、本当はそのあなたと今離れている状況を縮めたいとは思っているんだけども、こう縮めることが、今はちょっと二人にとって危険であったり、今それを無理やりしようとすると、それこそ今の関係すらも壊れてしまって、永遠にも会えない。 事実になってしまう。現実になってしまう可能性があるから、今は会いたいというね、気持ちはすごくあるんだけれども、それを我慢して、ちょっとこう離れたところからね、あなたを見守っていたいっていうふうにまあ思っていらっしゃると。 いいううカカードは1つなのとハブフェイスっていうカード、ね、これ信念を持つっていうカードになりますけれどもなんかこう蝶々にねこう連れられてねなんかこう目的の場所に行っている人が、まあ、運ばれている人がいますけれども、うん、だからあなたの元にね赴く向かっていくという信念は持ち続けていらっしゃるわけですだからこの遠く離れたところから見守ってる間もあなたのところに行くぞあなたのところに行くぞっていうね会いに行くぞ会いに行くぞっていうねちゃんと思いは持ち続けていらっしゃるわけですね。その 思いがが強くあるからこそそれが実現するるチャンスが訪れるっていうね実際にその信念が、ね、その自分をその目的地にこう運んでいってくれると、うん、まあ実現するということですね、うん、それがあるのでやっぱあなたには会いたいっていうね気持ち一緒にいたいという気持ちはすごくあるんです。 うん、あるけれども、今無理やり会うっていうのは、二人にとっても危険だったりもするので、まあ、あるいはお相手の方にとってすごく今リスクの高いことでもあるから、本当はその気持ちはあるんだけど、我慢していると。で、このカードの数字が12っていうのと、こっちのカードも12なんですね。うん。だから、12という数字を迎えるまでは、本当は会いに行きたいんだけども、会うのをちょっとこう、堪えなくてはいけない状況が続くんだと思うんですね。12という数字を迎えるまでは。 例えば、まあ、12月っていうことも考えられますし、あなたとね、今、こう、しばらく会えていない状況があるのかもしれないですけども、12週間は会ってはいけない期間として置いていらっしゃるとかね。まあ、だから1ヶ月を4週間とすると3ヶ月ですね。であったりだとか、何月12日とかね。 12ヶ月間っていうことかもしれないけれども、その12っていうのはね、その2人の中で何か他にもね、えー、ゆかりのある数字なのかもしれないですが、その12というね、数字を迎えるまでは、まあ、12回目の何々とかね、うん。は、ちょっと本当に会いに行きたいんだけども、会うことはできないんだが、 あ12という数字を迎えた後は、そのね、会いたいという強い気持ちがお相手の方をあなたのところに連れて行ってくれるっていうことで、まあ、12という数字が過ぎたらですね、まあ、実際にお二人はまたこう一緒になれるんだと思うんです。で、実際にこのカード、レインボーというのは出ていますけど、これ2時ですね。2というのは、この、例えば大雨とかね、嵐が過ぎ去った後のこう晴天にかかるものだと思うんですね。だから、嵐、いわばこの会いたくても会えない状況が嵐の、まあ非常にこう天候で表すと辛い状況だと思うんですね。 でもその嵐っていうのがこう虹がかかろうとしているっていうことなのでその嵐の時期っていうのはいずれ終わるよと、うん、終わった後にに、ね、この虹っていうのは幸せの象徴でもありますから2人のね関係にも虹がかかる幸せな瞬間が訪れますよっていうことを伝えてくれているんです、うん、だからそういった意味でも今はねちょっとこう会いたくても会えないっていうもう本当にこう天候で表すじゃじゃぶりのね 雨がもうバーッと降ってるような状況かもしれないですが、それっていうのはずーっと続くものではなくて、いずれね、終わりを迎えて、まあそれこ、そのタイミングが12という数字だと思うんですけれども、虹がかかるよと、二人にはね、またこう幸せな瞬間、それこそ再会であったり、一緒にね、長く過ごせるような瞬間が訪れて、えー、恋がね、まあ実っていくよっていうカードが出ていましたので、まあ一緒に、 ね、お相手の方自身もいたいと思っていらっしゃるでしょうし、一緒になれるような未来っていうのは、まあ、すぐじゃないかもしれないですけれども、それは訪れるっていうのは結果として出ておりました。 はい。えー、最後、シャイニングするというカードです。まあ、輝き続けるということで、輝くことでね、えー、あなたに理想の未来が引き寄せられてくると。逆にあなたがね、自分の輝きっていうのを損なうようなことをしてしまっていてはあ、望む展開は訪れないと。輝きを損なうっていうのは、例えば愚痴や不満を漏らすであるとか、なんかこう自分を下げるような態度とか、行動をとってしまうとかですね。うん。まあ、あとは自分磨きを怠るであったりだとか。 うん、生活リズムをこう乱すとかですね、不節制をするとか、そういうね、輝きを損なうようなことをしてしまっては、やっぱり望むね、えー、展開というのは訪れないし、現状も突破できなくなってしまうっていうのがあるので、常に無理をしなさいっていうわけではなく、適度に休憩取っていいんだけれども、やっぱり自分を輝き続けさせるっていうことも意識していく必要があるっていうことが、このカードでは伝えてくれていました。 はい。えー、ということでね、リーディングは以上となりますが、最後こちらについてお話ししていくと、今回はね、今している自己投資は皆さん何かありますかということで、えー、皆さんどうでしょうか自己投資ね、していらっしゃいますでしょうかまあ、いろんな自己投資ね、あるかとは思うんですけれども、まあ、私の場合はですね、まあ、あ例えば、まあ、ま、あ歯のホワイトニングもそうですし、まあ、あとはね、最近、ま、あこれからね、え、通っていこうかなと思っている、まあ、ヘッドスパーとかをですね、やっぱこう自分への、ま、メンテナンスとしてね、えー まあ、自己投資としてやっていこうかなというふうにまあ思っていますし、まあ、あとは、まあ、美容室とかもね、自己投資に入るのかなというふうに思っていてですね、えー、まあ、最近もまたね、美容室に行ってですね、ちょっと今回は髪をね、えー、まあ、赤っぽくね、えー、染めてもらったんですけれども、まあ、やっぱそういった部分まあ、気分転換にもなりますしね、うん、まあ、自己投資かなというふうには思っているんですが、皆さんがね、今している自己投資とかはね、何かありますでしょうか、まあ、なんかこう、すごいね、いい化粧品を買うと、 とかもこれ自己投資だと思うんですけれども何かあったらですねコメント欄で書いていただけると嬉しいです。はい。 えー、ということで、え、B をね、お選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい。えー、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何か特定の方とのお悩みであったり、えー、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。まあ、そういった方に向けて、現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい。その他現在ね、えー、Twitter もやっておりまして、Twitter では男性心理であったり、不安、えー、復縁ですね、<laughs> に関することなども発信しています。 発信しておりますのでよかったらねこちらも概要欄に詳細記しておりますのでチェックしていただいてフォローもしていただけると嬉しいですはい、えー、それでは今回ですね最後までご視聴いただきありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうはいそれではですね、えー、最後にこちらの Tender Embrace というカードをもしくはですね、えー、C をお選びいただいた方のーカードをリーディングしていきます今回のテーマなんですが正直あの人は あなたから離れたいのか、それとも一緒にいたいのかっていうことでね、お相手の方はどっちなのかっていうのを見ていきたいと思います。 はい。えー、それに際しまして、まずはですね、お相手の方のあなたに対するお気持ちと、まあ、今のお気持ちですね。えー、そしてあなたにね、今求めていらっしゃることは何かというのを見ていきます。そしてですね、えー、お相手の方は正直あなたから離れたいのか一緒にいたいのかというのを見ていき、まあ、その中でですね、あなたへのアドバイスというのを見ていきたいと思います。はい。ではですね、早速、リーディングをしていきますが、まずはですね、お相手の方のお今のお気持ちと、えー、あなたにね、求めていることは何かというところから見ていきます。 でではですね見ていきましょう上のカードがお相手の方の今のお気持ちです下のカードは今お相手の方がねあなたに求めていらっしゃることは何かというカードですでは見ていきましょう、うんうん、純粋さ保護、まあ、守るというカードフォギブネス許しというカードです うん、何かね、多分ね、この不安っていうところが出ているので、不安にさせたことを許してほしいっていう気持ちであったり、うん <coughs>、まあ、この保護っていうのも、ちょっと警戒心みたいなところになってくるのかなとは思うので、うん ま、このあたりですね、ちょっとそれぞれのカードを見ながら、あお伝えしていきたいと思います。はい。えー、ではね、えー、まずは上のカードから見ていきましょう。お相手の方のお気持ちということなんですけれども、えー、まずはね、まあ、許しっていうところから見ていきましょう。何かね、あなたに、ま、迷惑をかけちゃったりだとか、悲しませちゃったり、不安にさせちゃったりね、まあ、ちょっとこう、ほったらかしにしちゃったり、何かしらね、うん、あなたに、ま、許しをね、 うん、必要とするようなことをしてしまったんだと思います。まあ、感情をコントロールできなくて、あなたにね、まあ、暴言とかを吐いちゃったりだとか、うん、傷つけるようなことをしちゃったりね、本当はそんなことを思っていないのに、なんかあなたを突き放すようなことを言ったりとかね、まあ、いろいろはこれあると思います。そのお二人の関係の中でね。で、その中で、まあ、ね、自分のやってしまったことを、まあ、許してほしいというね、お気持ちがまず一つですね。うん まあ、あるいはあなた自身がねそのお相手の方をちょっとこう悲しませるようなことであったりちょっとこう困らせるようなことであったり、ねえー、そういったことをしてしまって。 ととするなならばままあ,あなたたししててはあやってしまったどうしようもう嫌われちゃったって思うかもしれないけれどもお相手の方の中ではいいよっていうねもうそれはもう気にしていないよちゃんと許しているよっていうね、まあ、そういう気持ちでもありますのでまあ、これはねどちらかがねやってしまったことがもしあったとするならばまあお相手の方がや,や,やらかしてしまった側っていうふうな。 と、それならば、あなたに許してほしいという気持ちになりますし、あなたがやらかしてしまった側だったらば、あの、もう、それは許しているよ、というね、まあ、お気持ちを表すカードになっています。で、この保護っていうのも、だからそこに、ね、よって変わってくるわけなんですが、何かあなたのことをお相手の方がね、傷つけてしまった、いやらかしてしまった側だとすると、あなたがね、このプロテクションというのは保護ですね、自分を守るようになった。いわば、まあ、その相手のか、お相手の方のことを警戒するようになったりだとか、警戒心とかね、ちょっとこう、自分を守る、まあ、いわば、 ディフェンス意識というかね。うんまあ、そういったものが強くなってしまって、ちょっとこうね、えー、なかなかこう、うん、お相手の方から見ると歩み寄りづらくなってしまっているっていうことだと思うんですけれども、まあ、その警戒をま解いてほしいということですね。うん うん。なんかもう一度、その許してもらうことができないことだったのかもしれないけれども、許してくれるならば、もう一度、二人の関係っていうものを、まあ、取り戻していきたい。やり直していきたいっていうお気持ちですね。で、あなた自身が、まあ、やらかしてしまった側だとするならば、お相手の方が、まあ、そのあなたに対しての保護ですね。これ以上は来ないようにっていう保護をね、張っていたんだと思うんですけども、その、まあ、バリアみたいなものを少しずつね、まあ、撤廃していって、またこうね、歩み寄っていけるようになれたらいいなっていうですね。うん、まあ、そういう、まあ、歩み寄って といいいいうううか、まあ、仲直りでできたらないいなっていうようなお気持ちですねで今は純粋な気持ちになっているまあ、ピュアリティというカードなんですけども純粋さ真っ白なね、えー、カードになっていますけれども、うん、もう一度ね真っさらな気持ちでやり直していきたいということですねあなたがもしね、えー、お相手の方がやらかしてしまったことを許してくれるのであればもう一度ね、えー、まあ、今までのことを、まあ、完全に、ね、水に流すってわけじゃないけれどももう一度真っさらな、ねえー、気持ちで、うん まあ、やり直していきたい。一からあですね、まだこう、スタートしていきたいということであったり、まあ、これも逆もしっかりですね、お相手の方にあなたがやらかしてしまったのであれば、もうそれを許して、もう一度ね、お互いに、まあ、言えば、まあ、もう本当にこう、真っ白なキャンバスにもう一度絵を描いていこうみたいな感じでね、新規一点頑張っていこうみたいなね、うん、そういうお気持ちでいらっしゃるのかなと思います。で、この保護っていうのも、そこに加えて、今度はね、えー、何かこう、許しっていうのが必要な状況になったっていうことは、一度ちょっとこう、崩れかかったなと思います。 の関係がねけれども今度はもう崩されないようにちゃんと2人で守っていこうみたいなねそういったお気持ちでもあるのかなと思いますうんで、えー、ですね、えー、はい、うん、下のカードに移っていくんですが、まあ、こちらはねその相手の方があなたに対して求めていらっしゃることをね、えー、表すカードになりますうんでまずねここが まあ、一つ求めていることなのかなと思うんですが、えー、月っていうね、カードになります。月というのは不安、悩み、心配事恐れていることとかをね、表すカードになるんですが、えー、それ以外にですね、まあ、移ろいゆく感情の波、嵐っていうことであったりだとか、感情に流されず真実を見極めることが鍵っていうカードになるんですけれども、いわば、まあ、それが鍵となるということは、そこは、 ね、まあ言えば問題点でもあるっていうことで、まあちょっとこう、感情によってね、波が激しかった。例えば、うん、まあ態度であったり、まあちょっとこう感情的になってしまうっていうところがもしあったとするならば、あまりその時の感情に流されないでほしいっていうのは、まあ正直お相手の方としては求めていらっしゃること。まあお相手の方がね、その感情の波を激しくしてしまったっていうのには、ちゃんと非を認めていらっしゃる部分はあるんだと思うんですけども、その感情の波に飲まれて、なんかこうね、 うん、感情的になってしまう部分があったとするならばね、あなた自身に。そこはやっぱりね、えー、冷静にお互いね、こう、うん、取り乱すことなく向き合っていきたいっていうふうには思っていらっしゃるっていうことですね。うん、で、えー、こちらのカードになりますけれども、まあ、このソードのね、えー、エースっていうのはですね、まあ、一貫性とか信念を貫くっていう意味のカードでもあるんですが、 えー、それ以外にね、まあ、まずはあ、平和と友愛っていう意味のカードでもありますので、先ほどもありましたとこう、許しというものをきっかけに、二人の関係をね、もう一度平和な状態として、まっさらなところから、こう、始めていきたい。まず、これが一つの気持ち。と、えー、あとはね、この、ソードっていうのは、コミュニケーションとか、知性を司る象徴になります。だから、コミュニケーション能力っていうことであったりだとか、まあ、伝達ですね、何か思いを届ける、ということであったり、えー、ですね、うん。 まあ、あとは論理的っていうね、まあ、論理的、まあ、理論的と言いましょうかね、理性とかもね、表すカードにはなるんですね。だから、その感情の波が激しい時に、なんかこう、 うん例えばもう感情をバーってこうね、えー、こうぶつけるような伝達の仕方になっていて、結局それは何を伝えたいのかとかですね、すごく取り乱している部分が、やっぱりお相手の方としては気になってしまっている、その伝達ですね、結局何を言いたいのかとかね、何を伝えたいのかとかですね、うん、なんかこう論点がずれているとかね、なんかそういったところが、まあ、あの、ね、特に、ま、冷静な時はそんなことは多分ないんだと思うんだけれども、この感情の波が激しい時にはちょっとそこが、ね、えー、あったり するし自分もそういった時にあなたにねこう、ま、つられてガーッとなってしまうだからお互いにその、ね、感情をまず一定にするっていうこともそうなんだけどもこう伝えるときですねに関してはちゃんとねこう何を言いたいのかしっかりとこう伝えていくっていうことが2人にとって必要だなっていうふうには思っていらっしゃる、うん、あなただけがそれができていないっていうことを責めるんじゃなくて自分もそれができていない部分があるから、まあ、そこはお互い成長していこうみたいなところですね、うん、はい。 で、えー、あとは、ま、ここですね。うん。まあ、これはね、あなたに求めているというよりかは、ソードのナイトっていうカードになりますけれども、これはね、行動力っていうことであったりだとか、 えー、まあ目標に向けて前進するということで、行動を見てほしいっていう要望だと思います。お相手の方としてはね。その何かこう、例えば、口で伝えているもの、言葉だけではなくて、行動で示していこうと思っているから、あなたへの気持ちというものをね、それこそ反省している気持ちとかも含めてね、行動で示そうと思っているから、行動に注目してほしいと。なんかその時の言葉とか表面的なところじゃなくて、行動を見てくれないかっていうようなことも求めていらっしゃるのがあるので、うんまあそこ もね一つお相手の方としては望んでいらっしゃることなのかなということですね。はい。えー、では次ですね。お相手の方は正直ねあなたから離れたいのか、えー、一緒にいたいのかっていうのをね、えー、見ていきながらあなたへのアドバイスもねお届けしていきたいと思います。 見ていきたいと思いますがお相手の方は正直ね離れたいのか一緒にいたいのかっていうことでうんなるほどここが出たのでトゥルーラブっていうのが出ているのでまあ一緒にいたいということなのかなと思うんですが。 えー、はい、えー、ちょっとね、えー、このあたり見ていきたいと思います。うんまあ、一緒にはいたいということがね、まあ、結論としては出ているんですけれどもということですね。はい、えー、ではまず見ていくと、ファインドバランスっていうのからね見ていきます。まあ、バランスを見つける、見出すということでなんかこういろんなマークがね描かれていると思うんですけれどもお相手の方がね着手しなくちゃいけないのはあなたとの恋だけに限らないということなんですね。 ばそれ以外もいろんなマークがあるっていうことで、例えば時間、まあ、ね、これ砂時計な時間とか、なんでしょうか、こうなんかこう、ツボみたいなのは、まあお仕事のことだとかね、まあそれ以外になんかこう、こう本が描かれてるの勉強のことであったりだとか、なんかこう、子供みたいなマークがあるのはお子さんのことであるとか、指輪みたいなのがあるのでね、例えばあなたとの結婚ということかもしれないし、まあ結婚相手の方がいらっしゃるんだったら家庭のことであるとかね、うん。だからいろんなことを、 まあ今ね、私がお伝えしたい以外にもちょっとこう置き換えていただきたいんですけども、いろんなことを見なきゃいけないような立場、状況の方なんですね。お相手の方としては、あなたとの恋愛だけに集中できれば、 それこそ何もね、こう、許しっていうのを必要とするような事態というのは起こさなかったかもしれません。でもそういうわけにはいかないんですね。生きていくために。うん。で、いろいろこう抱えているものの、そのバランスをね、すべてをバランスよくこう進められるような状況になったら、あなたとの、その真実の、これトゥルーラブっていうね、真実の愛っていうことなので、真実の愛をもっとこう実らせていく、愛の花を咲かせていきたいっていうふうに思っていらっしゃる。っていうことであったり、これまた後ほど見ていきますけれども、 メニーパスっていうのは多くの道の中から道を選んで一歩を踏み出すっていう意味のカードなんですね。だから全てのバランスが保てるようになったらですね、あなたとのこの恋の道に一歩踏み出していくと。一歩踏み出して、このね、トゥルーラブ、あなたとの真実の愛っていうものをもっともっとこう深めていきたいっていうね。まあそういう風に思っていらっしゃるってことで、やっぱこう総合的に見たらやっぱ一緒にいたいということなんだけれども、一緒にいれるようになるためには他のことの バランスも取れるようにならなくちゃいけない。あなたとの恋を優先しすぎるがあまりに、例えば、お仕事とか勉強とかお、おろそかになってしまうと、それはあなたとの恋を継続できなくなっちゃうんですね。だから、そっちのことも面倒を見ていかなくちゃいけないわけなんです。うん。それがうまくね、ちゃんとこう、バランスをね、保って、向き合えるようになったら、ちゃんとあなたとの恋が進めていくし、別に離れたいと思って、他のことに取り組んでいるんじゃなくて、あなたとの時間を増やすために他のことを頑張っているんだと。 いうことなので、うん。だからそこをね、あのー、間違ったこう解釈をしないということですね。自分から離れてがっているからもう自分との時間を作ってくれないんだっていう解釈ではなく、自分との時間を作るために今他のことを頑張ってくれているんだ。この 解釈っていうもので、お相手の方を見てあげないと、すごくやっぱお相手の方もね、苦しくなってしまうと思いますし、せっかくあなたのために頑張っているのにっていうことで、それがね、うん、あなたのために頑張ろうという気持ちが、その大切な気持ちだと思うんですけれども、その気持ちっていうのがどん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 ね、こう、失せていってしまうっていうのがありますので、だからそこのね、解釈っていうのは、ちゃんとこうね、ええー、まあ、 意識してあげるっていうのはすごく大事になってくるんじゃないかなと思います。はい。えー、そして最後こちらになりますけれども、<laughs> テンダーエンブレイスっていうカードで、まあ、こう、寛容、寛大、まあ、優しく受け入れるっていうことですね。うん。あなたが誰かをね、優しく受け入れれば、あなたのことを優しく受け入れてくれる人も増えるということです。だからお相手の方に、 ね、優しく受け入れてほしいというのはもちろんあると思うんだけれどもだからといってお相手の方だけに、ね、優しくするんじゃなくて日頃からです、ね、周りの人に対して、えーまあ、優しく寛容に、ね、接していくその積み重ねがあなたの、ね、本当にこう受け入れてほしい人からの優しい受け入れです、ね、につながっていくということなので、まあ、だから日頃から、ね、周りの人間関係というものをおろそかにしてはいけないということですね。 うん、自分の大切な人にだけ優しくすればいいやとか気に入られればいいやそれ以外の人はどうでもいいやっていうふうに思っているとあなたのねその人間関係運っていうものがやっぱり下がってしまいます。 だから日頃から、まあ、どんな人に対してもね、あのー、全部感情移入して、優しくしなさいとまでは言わないけれども、まあ、しっかりとね、あのー、人間関係というものも大事にしていけば、あなたの人間関係を、まあ、あとは周りの環境というのも恵まれていくようになり、そこでね、愛にも何かこう、チャンスっていうのが訪れてくるということがありますので、ここの人間関係っていうのはすごく大事になってくるというカードになっておりました。 はい、えー。ということでね、リーディングは以上となりますけれども、最後こちらについてお話ししていきます。今回は今しているね、えー、自己投資は皆さん何かありますかということで、どうでしょうか皆さんね、えー、自己投資何かされていますでしょうかまあ、いろんなね、自己投資あるとは思うんですけれども、まあ、例えばですね、私の場合だと、まあ、歯のホワイトニングもね、えー、まあ、自分なりにはやっぱこう、清潔感にね、繋がっていくのかなと思っているので、まあ、自己投資としてね、やっていますし、まあ、あとはあですね、うん。 あの、ヘッドスパーとかでもですね、やっぱりこう自分のメンテナンスとしてね、やっぱこう疲れが溜まってしまうとパフォーマンスが落ちるので、まあ自己投資かなということであったり、まあ美容室もね、最近ちょっと行ってきたんですけども、行ってきてちょっと神をね、今回は、 赤っぽくね、ちょっと染めてみたんですけれども、まあ、それもね、やっぱこう、まあ、気分転換にもなりますしね、まあ、あとは、あーまあ、そういった清潔感とかにもね、繋がってくるのかなということで、まあ、自己投資だと思っているんですけれども、皆さんはね、何かこう、自己投資みたいなものはね、されていますでしょうかもしね、やっていらっしゃる方がいればですね、何をしているのかとかですね、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。 はい、えー。ということでね、えー、C をお選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。 はい。えー、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、えー、あとはね、なかなか一人に相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい。えー、その他現在ツイッターも始めておりまして、ツイッターでは男性心理であったり、え、復縁にね、関することなども発信していますので、よかったらこちらも概要欄に詳細記入しておりますので、チェックしていただけると嬉しいです。あとはね、フォローもしていただけると嬉しいです。 はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。